重慶大化の正面入り口改装前の重慶大化。重慶大化は、香港の急流油洗車館、口虫や地地区のネザ山ロードに面して立つ、1960年代に開発された複合ビルである。本来は1961年に完成した、個人住宅を主な目的とする16階建て及び17階建てのビルの5棟の総称であるが、現在、観光客が集まる。 繁華街の一等地にありながら、数多くの安宿が密集しているビルとして有名で、ネーザンロード70メートルほど北側に面した同じく、安宿が連なるビレート大化とともに、世界中のバックパッカーにその名が知れ渡っている。また、両外商、カレー店、アフリカ料理店、南アジア等の民族衣装店や CD 店、紳士服の仕立てや雑貨店の多さでも知られており、 これらの店を目的に訪れる観光客も少なくなく、また、南アジア、中東、アフリカなどの出身者のコミュニティができている場所でもある。そのため、香港の複雑な民族構成を象徴する建物として数多くの映画や小説の舞台となっている。2006年には1階とするイギリス式。以下同じの一部がエスカレーターで上がれる現代的なショッピングモール。 重慶炭が開業し、1階には化粧品店、2階にはブティックや雑貨店などが入居している。2008年に大規模な改装が行われ、2階の部分にスペースが拡張。ファストフード店の耐化学などが開業した。開業当初はきテナントが目立ったが、現在はその立地から盛り上がりを見せ、チムシアッチ随チのショッピングモールへと成長した。なお、 この英語名は映画、恋する惑星の英時代に由来していた。2008年4月から5月頃に、このショッピングモールの名称は区に改名された。また、2009年には、地下の部分に新たなショッピングモールがオープン。2011年現在、外装の全面的な再塗装の工事中で、ここ数年の変化は著しい。正面から見ると、一つの立方体のビルに見えるが、 3階以上は後ろに命の,のような型のビルがあり、五等合体の構造となっている。最高階は17階。ブロックで分けられており、同一階内での横移動は基本的にできない構造である。エレベーターは各棟2基併設しているものの、左右で停止街を奇数階と多摩数階に振り分けているため、基本的に目的の部屋に直接たどり着くエレベーターは1台しかない。 このためエレベーターに乗るときは1階において目的の部屋の塔内の目的の機材端に止まるものを選ぶ必要があるが各階のエレベーター隣ホールすぐ脇には非常階段があり上下階への階段を使った移動は横移動に比べて良いである1階のエレベーターホールにはエレベーターのカゴ内部のリアルタイム映像を流すディスプレイが設置されており内部の様子を見ることができる 3回以上へは24時間建物内部への出入りは自由だが深夜になると基本的に安宿等のテナントの入り口はコーヒーや二重扉で閉鎖されフロントやオーナーが不在となるものも多いこのため宿泊者またはその予約者以外が新規で訪問することは困難となる安宿の中には複数回にまたがって営業しているものもあり予備林や電話で 従業員を呼び出すものもある。ビルとの間には通路があるが、冥山ロードに面している場所で露天照が出ているため、一見すると焦点に見える。今は亡き急流状態を彷彿させ、古き香港を今に伝える建築物の一つであり、また複雑な人間模様を感じさせる場所として、いくつかの映画や小説の舞台ともなっている。 過去に何度か一部の部屋が燃える火事が起きている。階段が途中で脇に逸れて降りる構造の箇所もあるなど、内部が複雑な構造であり、迅速な避難が困難な場合がある。以前は、犯罪の温床であると言われながら口安面で不安を抱えていたが、映座3階に警備員詰め所が設けられるなど2000年代以降、警備の強化が続いている。 問題となっていた自議会での強引な客引きも2008年末から規制の強化が行われ、以前よりは悪質な客引きは大幅に減っている。ゲストハウスの室内重携帯化内部前述の通り、ビル内には非常に多くのゲストハウスが存在しており、香港には安宿が少ないこともあって、世界中の旅行者で毎日賑わっている。値段の安さを重視するアフリカ、 南アジア系の利用者が多い70香港ドル程度のドミトリーからホテルに近い設備を備えた HK400 ドル程度のものの名を冠しているものもあるまで様々である。高層階には前者、低層階には後者が多い傾向にある。以前は予約を受け付けない宿が多かったが近年は中国大陸からの観光客の急激な増加によりオンラインで 予約必須の宿が増えてきている。ありがとうございます。